いいか、よく聞けよ。俺あんまり関わりたくないんだよ。ちょろちょろ来るんじゃねえよ。べちゃべちゃ話して喜ぶやつなんて一体何なんだと思うぜ。ピュルルルル。力を貸して育成たくさん。おい、何してんねんランディ。え、ランディなあ、浮気者。愚かな。グミよ、苦しむがよい。皆さんこんばんは。引き続き今日は金の曜日でね、日曜日にデート行きたいのは絶対なので、今日は先にあの公園行ってね、デートできるか確認してみたいと思うんやけど、誰もおらんくらい。おう、炎の力で強さをイドリマウントに与えてやるぜ。いいな、やっぱ炎っていいな。もう火事やんこれ。でも今日はイドリマウントに行く日ね。あ、天使様やっぱり来てくれたですね。これからは天使様が祈りマウントを見に時々来てくれるって聞いてたんですが、本当に来てくれたですね。とっても嬉しいです。祈りマウントをじっくり見てほしいです。今祈りマウントでは豊かな生活と豊かな心が望まれているです。マルセル様の緑の力で豊かな実りをもたらしてほしいです。あ、そっかそっか、マルセル様ね。うん、どう、なんか変わった？何にも変わったようには見えませんけどね。あれ？何これ？なんか建物立ってない？うちや！デリシアの地に、お姫様のお力は、夢の力を送られたときは本当に嬉しかったです。やばいやばい、汗ついてきた。やばいやばい。え、自分とこは？建物一つない！あ、今日は日曜日。ルバ様。ルバ様か。しても、話してみようか。入ってもらう。どうぞ入りください。こんにちは、ルバ様。今日は何の約束もしてなかったんですけど、よかったら一緒に出かけませんか。ルバ様のお誘いを受けようかな。喜んで誘いに来てくださってとっても嬉しいです、ルバ様。そう言ってもらえると思い切って来てみてよかったななんて思いますよ。さて今日はどうしましょうか。わ、外行きたいね。どこかへ行きませんか。うん、どこへ行きましょうか。じゃあ今日は公園行こう。公園に行きましょう。あー、公園ですね。じゃあ行きましょうか。なんか、いや、そうやな。せっかく来たんだし、少し歩きましょうか。もしかしてボタン押すやつ？こんにちは。今日はお二人なんですね。楽しんでいってください。今日も天気いいし、嬉しいですね。あ、向こうに行ってみましょうか。ふう、これ以上は近づくこともできませんね。うん、なんていうか、その、ああいう二人はうらやましいと思いますか？うん。はあ、そうなんですか。なんか僕、しくじり続けてる気がする。まあ、あなたがそう言うなら、うつはそうなんでしょう。うん、うん。とりあえず、ここは離れて、向こうの、神鳥の像のところにでも行ってみましょう。慎重？お二人さん、なかなかお嫌いですよ。ドキドキ。こうして公園でのんびり話しているのも楽しいですが、あなたも女王候補の一人ですからね。一人の守護星だけでなく、みんなの話も聞かなければならないんですよ。この二人なら、どっちの話が聞きたいですか？ああ、ジュリアスさんとマルセルさん。マルセルさん、じゃあ。そうですね。彼ならば、信頼できると思いますよ。いい選択です。いや。それでは女王候補としてのカナッペに質問しますけどね。イドリマウントの人口は10人より上ですか？今10人だね。はい。嘘？減った？それとも10人より以上っていうのは10人含まないってこと？あれ？違いますよ。しっかりしてくださいよ、カナッペ。女王候補がそのようでは、私もイドリマウントに本気で取り組もうって気が。うせちゃいますよ。そんな、いや、あなたは質問が悪いんでしょ。ちょっと今日は、うん、互いに残念でしたね。でもこんなこともありますよ。今度は頑張ってくださいね。では私はこれで。いや、自分は自分なりに頑張ってたよ。そっちの質問がおかしかったやろ。どういったの。ルバ様と公演ご一緒にしたけど、あんまり楽しそうじゃなかったみたい。私の力はもうない前でどうしようかな。ネオネオネオもネル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 。今日のことはすっきり忘れる。ルバ様のことも忘れる。そうしよっと。おやすみなさい。おう。え？目的に向かって突っ走るのってバカみたいだよね。人生もっと楽しいことがあるはずだよ。
力を貸して。妨害たくさん。なんか民家を民家を壊したぞ。みんなやった、民家壊れた、民家壊れた。リュミエル様どうぞ。水の守護聖様やね。こんにちは、リュミエル様。カナッペよろしければ今日は一緒にゆっくりお話をしながら散歩でもしませんか。うん、心洗われるよう洗われるような気分だね。喜んでさせに来てくださる。どうもですね、皆様よかったです。嬉しいよ。やっぱり水だけに水行こうか。ここはとても美しい場所ですね。心が和みます。あなたもこの美しさを楽しんでくださいね。あなたと共に帰りましょう。よう、あらカナペお元気かしら。あなたもここに来るなんて偶然ね。しっかりやってるかしら。あんまり愛想の良くない方でも何回もお話ししているうちに優しい言葉をかけてくださるようになるけれど、あれって結構嬉しいものよね。この方って実はこんな方なんだって新鮮な発見があるわ。おお、なんかでもいいこと言ってくれたね。お、すごい。あ、ゼフェルさんと相性悪いけど、シモン君とは、あれ？バチクソ負けてるんやけど、気持ち、もう相性も。やばいな。ランディ。おい、ランディ。よかった。さすがにゼフェルタスは勝ってるわ。あ、ルバさんと仲いいんや。それ嬉しいね。皆さん、待ちに待った日曜日です。これどうやって誘うんやろ？ランディ誘ってみたよね。あ、おらへん。あ、すごい。空飛んでるやん。いや、カナッペよく来たね。すごいね。今日は俺の守護聖としての力は使われない日なんだ。それなのに君はここにやってきた。一体何に来たんだい、しに来たんだい。部屋への誘い、外への誘いって何これ、気まず。部屋、いや、多分な、部屋は遠くないよな、普段できる。だからやっぱせっかくやから外行きたいよな。外遊びに来ませんか。お、俺と青い空の下、楽しく過ごそうと言うんだね。君はどこへ行きたい。公園行きたいな。公園行きませんか。誘ってくれてありがとう。でも今日は公園に行こうという気分じゃないんだ。あなた公園側じゃないですか。湖顔じゃないじゃないですか。公園側じゃないですか。せっかく誘いに来たのに残念だわ。お、カナッペこんにちは。外遊びに行きませんか。今から二人で外に行くの楽しそうだね。カナッペどこに行くの。今度こそ公園、公園行きませんか。来た、やった。じゃあ早く行こうよカナッペ。しゃ、めっちゃ嬉しい。今日は絶対しくじらんからな。少し歩こうよ。うん、テク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 。僕カナッペと公園を散歩できてとっても嬉しいんだ。そうだね、あっちのベンチの方へ行ってみようよ。うん、あ、君の心の中に俺は住んでるのかな。住んでいるとすればどんな存在なんだろう。住んでいるわよ。私の心の中ではいつも私と一緒にいるわ。カナッペ、あのね、あの二人はいつもこんな調子なんだよ。ひょっとして二人のことが羨ましいの。え、別に。また間違いだ。カナッペは羨ましくないの。よかった、やっと勝った、勝った。実は僕もなんだ。ずっと二人で話しているときっと話すことがなくなっちゃうよね。じゃあ今度はあそこにいる鳥の像のところに行ってみようよ。よし、今日のデートは成功の予感。セイコウフー、セイコウフー。あんなこと言ってるよ、やっぱり僕たちお似合いなんだよ。やばいやばいやばい。今カナッペは僕と公園をお散歩していっぱいお話ししてるよね。でも女王候補なんだから他の守護星ともお話ししなくちゃいけないんだよね。カナッペはどちらとお話ししたいと思う。ルバ様、ジュリア様。でもやっぱりルバ様じゃないかな、この感じやと。あ、あ、あ、うん、
当たりとかはないと思うやで、人間にどっちを選ぶかで当たりとかはないと思うな、カナッペ。僕絶対話を聞いたらいいと思うよ。女王候補としてのカナッペに聞くけれど、うん、祈りマウントの人口で20人多い。あれあれ、そんなうちって少ない？カナッペってそんなことも知らないの、僕がっかりしたよ。え、そう、20人おらんかった？カナッペがそんなんなんだもん。祈りマウントのこともう気にしないよ、僕かい。え、今何人？うちの村。ちょっと待って、ちょうど20人やった、また。同じ過ちおかしすぎやろ。20人の時は20人よりも少ないんだね。わかったわかったわかった。もうほんまに間違えへんし、もう毎回チェックする、ここは。やっ、やった落ちたった、お、追い上げてきたぞ。121人、124人。リベンジ。誘われたので、今日は木曜日やねんけど。デートだね。選択肢変わるかな。うわ、あ、でもこれはこれか、これは、うん、オッケーで、ルバ様、ここやね、ここやね、聞くけれど、うん、少ない、よっしゃ今121人やね、よく知ってるね、僕ここに来る前に調べてきたんだよ。だる、そのことしてんの。これはもっとヨニマントのことを気にするようにする。当たり前だ、それが仕事やろがい。とっても嬉しいです、マルセル様、大成功。決まっていますよ。だってさ、なんか僕褒められて嬉しいな。これはね、女王陛下の像なんだよ。女王陛下っていうのはとにかく偉いんだよ。カナッペだってひょっとしたら女王陛下になれるかもしれないんだよね。それで聞くけど、やっぱり女王候補って大変なの？うん、大変かな。そうかもね、守護聖だって大変だもん。女王候補は大変で当たり前だよ。でもカナッペ、投げ出さないで最後まで頑張ってね。来た、帰ろう、もう早く帰りたい。あ、ちょっと歩き疲れたんじゃないの？うん、うん、ちょっと疲れたかも。近くに休憩できる場所があるから、もうちょっと歩いてね。うん、よかった、優しくくれてさ、もしも家とか選んだったら、へこたれるな、女王候補がよって言われるかと思ったね。カナッペ、よくの話を聞いてね。うん、どうしたんだい？この飛空都市はね、新しい世界よりよく発展させるための施設なんだよ。女王陛下がいる主星とは、次元回路というものでつながってるんだ。次元回路っていうのはね、王立研究院の下にある大きな穴のことだよ。じゃあもう行こうよ。はい。あの、あれ、28日に開くんやろ？うん。ばっちり。復習したよ。帰る？お！このまま帰るのはなんかもったいないね。もう少しだけお散歩しようね。え？はい。隠れないでよ。こうして二人で木陰にいると僕なんか照れて、何してるの、見せろ見せろよ、照れてきちゃうな。きっとカナッペがとても可愛いからなんだと思うよ。いや、あなたの方が可愛いけどね。そんな照れてるの？でもカナッペが可愛いのは本当のことなんだよ。そろそろ行こうよ。じゃあ帰ろうよ、部屋まで送るよ。僕もうちょっとだけカナッペと一緒にいたいんだ。あー、なんかめっちゃ今日いい感じやねんけど、みんなどうしよう。今日は本当に面白かったね。何もおもろいことはなかったやろ。カナッペのこともよくわかったもん。また公園を一緒にお散歩しに行こうね。へー。他のみんなとではちょっと違う関係になってしまったかもしれんな。マルセル様と公園にご一緒しちゃった。とっても楽しかった。うふふ。私の力はもうだよね。やべえな。ロザリアがランディのことをめっちゃ酷使してるな。俺は結構気が短い方なんだ。自分の行動はとっとと決めてくれよな、カナッペ。え？あれ？僕多分今日頼んでないで。勝手にやってくれるん？仲良くなったから？え？今日頼んでないよな、僕。やった！ほら！え？マジか！仲良くなるって大事なんやな。
お、今対等になったね。224人同士や。ね、落ちてきた。なんだか今天使様が私たちを見に来てくれてるような気がしてたです。あ、家族も友達もいっぱい増えたです。これもみんな天使様のおかげです。あなたたちの頑張りのおかげですよ。こっちもね、2個お家があるよね。光と、風の、あれやな、悔しいな。今日は日曜日、あ、誰か来たみたいな。マルセル様、マルセル様、来すぎなんよな。来すぎ、うん。マルセル様とめっちゃ仲良くなってもいいん、これって。他の人とも仲良くしたいな、僕。知らん顔しよう。すっごい罪悪感。だってマルセル様は無償で働いてくれたのに。じゃあ羊にゼフェル。あら、こんにちは、女王候補さん。確か名前はカナッペだったな。なに、私たちの話が聞きたいみたいで。うん。私とサラがの姿が他の人々と違うのに気づいたか。私たちはもともとここから遠く離れた惑星の出身なのだ。でも私の一族と彼の一族は昔から仲が悪かったの。私たちも会えばいがみ合いという感じだったわ。それがどうしてこんなに仲良くなったかって、それはちょっと秘密よ。そうね、またここで会ったら教えてあげてもいいかしら。何があったのかしら。今度会えるのがとっても楽しみです。そうだ、カナッペ、いいことを教えてあげる。あの滝には不思議な言い伝えがあってね、一人きりの時にあの滝に祈ると心を慰めてくれる人が現れるんですって。でもそれには相当な思いが必要だって言うわ。今のあなたの力ではどうなのかしら。あー、ではな、カナッペ、すごいヒントを教えてくれた。ありがとう。外への誘い。じゃあ、湖。なんだこいつ。オスカー様のところに来たね。すごいゴールドって感じ。よ、お嬢ちゃん、今日も元気みたいだな。やっぱりお嬢ちゃんはそうでなくっちゃな。じゃあ外への誘い、悪くはないかもな。じゃあ湖。今日何もできんかった。マルセル君と遊べばよかった。ごめんマルセル君。自発的にまたやってくれてるマルセル君。なんかこんなマルセル君頑張ってくれてんのに、なんでデートことあっちゃって。お、クラビス様、珍しくない？履いてもらおう。闇のクラビス様やね。こんにちは、クラビス様。なぜかお前に会いたくなってない。会いに来た。めっちゃ嬉しいんやけど、普通に。クラビス様のお誘いを受けようかな。喜んで。めっちゃ嬉しい。そうか、そう言われると悪い気はしないな。で、どうする？外行きたいな。やっぱ静かなとこ行こう。湖行こう。そうだな、では行こうか。カナッペよ、とりあえず礼を言うぞ。いい気分転換になった。ああ、それは何より。帰るのか？お、冷たい。まるで子供だな。だがそこがお前らしいところなのだろうな。お、リアクションしてくれた。何度でもやるさ。今日はまあ、楽しませてもらった。感謝するぞ。やっぱでも公園の方が、あれなんかな、いろいろできるんかな。公園で仲良くなって湖で告白されるんかな。えぐ、普通に買ったんやけど。ん、ロザリアがお家に来た。土曜日今日。あ、28日目のやつ。ふふふ、あんたって何にも知らないようだから教えに来てあげたわ。今日は女王様に会いにお会いするために宮殿に行くよ。うんうん。あんたも早く来なさいよね。いつまでも寝てる場合じゃないのよ。お、でも優しいな。覚えてたけど、でもこうやって教えてくれるのもめっちゃ嬉しい。早く行こう。今日はみんなに二人のうちのどちらが女王候補としてふさわしいと思うか聞きたい。おのおの司る力にかけて、己の信じる女王の名を告げよう。あ、ではカナッペとロザリアではどちらが女王にふさわしいと思うか申し上げてください。あ、ルバ様は多分こっちだと思うな。あ、カナッペの方ね。カナ1ね。カナ1今しながら焼こう。
あー、これは負けたな。オリビエさん向こうの方が好きもん。ゼフルだそう。あー、そうやね、仲良くなれてないよね。パス。あ、絶対僕やね。カナッピやね。ありがとう。カナ2、ロザ1。どっちやろ。あ、でも大塚さん最近向こう行ってたな。お、よっしゃ、罪なことやって、うまいこと言いやがって。いや、この人と関わりないな、二人とも。うん、決めかねるね。まだ誰おる。いい、マジでランディー、裏切り者。カナ2、ロザ2。やったん、スエロ、まさかのカナッペ。一回デートしたもんね。しゃ。え？引き分けかい。カナ3、ロザ3。なんやねん。ん？いつもと少し違ったよね。どうした、水の守護聖様。悩み事でも終わりかな。誰かと思えばオスカ、何かご用ですか。これはご挨拶だな。なんだ、あの二人の嬢ちゃんのことが、この方のことがそれほど気になるのか。私は争いは好みません。いかに上司権とはいえ、二人がまるで敵同士のように争い合うのを見ると、ふっ、顔に似合った綺麗事を言ってくれるぜ。だから競争はより高い成果をもたらす。あの二人も競い合うことによって互いに成長していってるんだ。それはお前にもわかるだろう。それとも何か、女王陛下のなさることに異議を申し立てるつもりか。そんな、え、仲悪。それでも私は、いえ、これも新たな女王誕生のためには必要なことなのでしょうね。ああ、いや、わかるよ、その気持ち。でも、もう一回悪にとらわれた時があったから、妨害、守護聖様たちの夢を見ちゃったみたい。今日は28日目の日曜日の日ね。うん。今日はこのデートをして一旦終わりにしようかな。お、よう、これで挨拶はしたからな。へえ、なんか、仲良くなった気がするような、しないような。んでもまだ行ってくれるのじゃないかな。今日みっちり話してみる。部屋への誘い、私の部屋でお話ししませんか。ランディ、あ、間違えた、間違えた、リミエル様ごめんなさい。ランディ、ランディ、どっちの方がハードルって高い、外と部屋と。部屋の方がハードル高い気してきたな。もういい。ランディ、ランディ、あなたは何が目的をしてるんだ、このゲーム。あなたは何を目的にこのゲームをしてるんだ。はい、体力ゼロ。帰る帰る、おやすみおやすみ。もう次回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 。ランディ、どうやって仲良くなったんやったっけ、マルセル君と。もう分からなくなったけど、自分がどうやって仲良くなった。ここ一応ダンスあるのすごくない。あ、おやすみみんな。じゃあセーブしよっか。まあでも今のところ勝ってるからね。それだけが救いではあるかも。ではおやすみなさーい。